なんと武田塾イングリッシュ新宿校の開校が決まりました。駅から近くてアクセス抜群、ぜひお問い合わせください。武田塾イングリッシュの一席です。武田です。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。今回カジュアルな回なんで、英語が喋れるようになって変わった世界の見え方と、おー、なるほど、テーマで、まあ、森田先生がね、昨日までハワイに行ったということで、はい、時差ボケ真っ只中と。そうですね、もうむちゃくちゃです。朝4時に起きて、で昼ご飯食べてなかったんで、もう撮影やばいっていう状況ですよ、はい、もうお腹が鳴って鳴って止まらないということなので、うどんを食べながらお話ししていきたいなと思います。はい、ということでね、まあ、英語喋れるようになって、やっぱり海外旅行とか行きやすくなりますよね、はい、当然ですね、困んないですね、はい、ハワイはどうでしたか。やっぱり今日本人多く行くじゃないですか。確かに、あんま使わなくても過ごせるからなんだなっていうのは看板とか本当日本語多かったんで、あ、韓国人の方多かったですね、やっぱり今円安で、そうなんだ。タクシーとかウーバーのドライバーさん結構韓国人多かったんで、うん、韓国語で喋ってました。お、韓国語もできますので、そうですね、僕自身もやっぱり結構いろんな国に海外旅行には行きましたね。イギリスと、まあ、イギリスね、僕大学留学してた、スペインとフランスとスイスとドイツとオランダ、仕事で行ったのがあのバングラデシュにベンチャー企業に一回工場見学で行ったのと、あとフィリピンでボランティア活動したんでフィリピンに行ったのと、アメリカの就職でも行きましたし、僕も普通にハワイに行ったことあるんで、まあ、みたいな感じでね、いろんな国に行きますよ。早送りで今多分なってると思う。はい、まあ、どこの国のツアーに行ってもね、英語のツアーは絶対あるんで。ああ、確かにありますね。何も困んないです、それ。確かに。現地に行ってからツアー予約することがほとんどです、僕自身。なんで、やっぱ英語ができると、こういうこともできるんだなと思いますね。あとは、ノンネイティブの人たちもコミュニケーション取れるんで、うん、それがすごくいいですね。そうですね。あともう一つ、真面目なメリットで言うと、やっぱ学びたい教育を受けやすくなりますよね。そうですね。英語めちゃめちゃできたらね、うん、大学受験そもそも有利ですよっていうのもあるし、うん、留学しやすくなりますよね。うん、留学するためには、むしろ英語力必須みたいな感じですからね。まあ、留学した時にね、触れられる情報の量が全然違いますからね。はい、そうですね。日本にいても読める本、論文とか、うん、アクセスできる情報、うん、まあ、ネットでもそうですけど、英語ができたらすごくいいようになりますけど、英語できなかったら日本語だけだったらめちゃめちゃ限られてますからね。確かに。あとはまあ、世界の見え方ってわけじゃないですけど、うん、普通に年収上がりやすくなりますよね。うん、就職活動するときにね、アピールかなりになると思うので、この前もね、動画でトイック何点ぐらい取ってると、この企業で評価されるよみたいなまとめて話したんですけども、うん、新卒時もかなり有利になりますし、まあ、転職の時もかなり有利になるので、そこはすごくいいんじゃないかなと思います。専門性プラス英語でボンって上がる時ありますもんね。実際僕も経験したことで言うと、就職も有利になったんですけど、その後のチャンスっていうのもかなり広がりましたね。あ、そうですね。新卒でベイカレントコンサルティングって会社に入ったんですけど、はい、コンサル会社なんで案件プロジェクト単位でお仕事を進めていくんですよ。でその仕事がないと稼働率が下がるんで、はいはいはい、昇給できないとかね、うん、あったりするんですけど、実はそのプロジェクトの 50% 以上が英語使うんですよ。英語全くできないよってなっちゃうと、その 50% の残されたところでしか戦うことができない、うん、まあ、簡単な英語でいいんですよ。あのメールだけですとか、あとは逆にプレゼンもありますよとか、うん、がっつり英語で勤務ですみたいな案件もあるんですけど、やっぱ英語できると本当にそれだけでかなり仕事の幅、チャンスが広がるんで、実際僕もマネージャーと2人であるプロジェクトに入った時に、うん、外資系の、保険会社だったんですけど、相手企業の日本法人の役員さんとの会議に普通に出席できたりとか、うん、マネージャーが相手の役員に対して言ってることを僕が通訳したりとかしてたんで、うん、新卒でいきなり外資系企業の役員さんと話すなんて機会ほとんど取れないじゃないですか。うん、全く僕、ただの新卒だったんで、それでもいきなりそういう仕事に挑戦できるみたいなことで、かなり経験値とかね、チャンスすごい広がったなっていうふうに思いましたね。まあ自分自身もね、YouTube の仕事でね、ニューヨークに行けたりとか。ああ、そうですね。まさに英語できなきゃ無理でしたし、あと NBA 選手のインタビューとかもね、これも英語できなきゃ当然やってくることのなかった機会ですから。確かに。そういう仕事が舞い込んできたりとか、チャンスが舞い込んできたりとか。あと表だって言ってないですけど、結構 YouTube の仕事で英語を使うのあるので。はいはい、やっぱ英語できるんで、はいはい、公式もオファーしやすいわけですね。なるほど、なるほど。海外とのやり取りがあるイベントとか、うん、マーケティングのやつとか、うん、そういうイベントにも招待されやすいと。そうですね。だから表だっては言えないのはありますけど、そういうのとかにも僕は出席したりとか、うん、喋ったりしてるんで、実際海外の YouTube の人たちと、うんうん、武田塾イングリッシュとかもまさにそうですよね。うん、武田塾で普通に勤務してた、うん、わけですけど、まあ、武田塾イングリッシュのね、最初の動画見てもらうと分かるかもしれないですけど、武田塾英語科として最初始めていたんですけども、英語がね僕たちできなかったら、こうして武田塾イングリッシュもスタートするっていうこともなかったと思うんで。そうですね。今ようどん食いながらやっちゃってますけどあとはやっぱあれですね、自分自身に自信がつきますよね。ああ、そうですね。もう僕も本当に英語めちゃくちゃ苦手だったんで、うんうん、まあ、コンプレックスじゃないですけど、うん、授業中にね、カインドのことをキンドって呼んで、中学生の時に大爆笑されたみたいな、なんだよそれみたいな感じになったりとかしてたぐらい英語苦手だったんで、そこを克服できたっていうのはすごい自信にもなりましたし、うんうん、継続する力っ
とかも作ったんですよね。そうですね。やっぱ語学って、まあ、英語じゃなくてもそれはそうだと思うんですけど、うん、マスターするにすごい努力しないといけないんで、うん、そうですね。でもそこで身につけた継続力とかを使って、逆にビジネスのシーンでそれが生きたりとか、僕、うん、IT 系の資格とかも結構たくさん持ってるんですけど、うん、そういった他の資格取得にも使える、まあ、勉強力って、身についたりとかもするので、うん、そうだと思いますね、本当にいいことしかないんで、うん、英語を勉強してないっていう人がいる、ぜひやってほしい。一番確実に投資したものが自分に返ってくるのが英語だと思うんで、しかも英語マスターしちゃえば本当に職に困るってことないんで、そうですね、その通りだと思います。最悪の話ね、もう武田塾クビになりましたとか、武田塾イングリッシュなくなりましたなっても絶対仕事あるんで、うん、だから逆に責められるみたいなところもあると思うんで、うんうん、英語マスターすればいろいろね、まあ、情報を入手しやすくなったりとか、人生経験できたりとか、まあ、趣味が豊かになったりとかもありますけど、うん、やっぱ自信がつくんで、皆さんね、ぜひ頑張って英語マスターしてほしいなと思いますね。はい、ということで、なんかうどんに絡めたダジャレあります？唐突になんかいい感じで終われたらいいな。あ、そういうことですね。今日はね、お腹がどうしても空いてしょうがなかったので生姜うどんを食べました。はい、お後がよろしいようで。お後がよろしいようで。武田塾イングリッシュの方で、こういったリラックスした環境でね、無料カウンセリングの方も行ってますので、英語の勉強法を悩んでるよみたいな方は、ぜひ概要欄からお問い合わせください。4発、授業をしない、武田塾イングリッシュ。無料カウンセリングでお待ちしてます。このチャンネルでは、英語学習に役立つ情報を日々更新しています。トイック、英検、英語の学び直しに役立つ情報を配信しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。僕たちに質問がある方は、ぜひぜひコメント欄に書いてください。Leave comments below.